お、こちらがここですね。オーディション参加者の皆さん、男性入っていきますか。楽しみ来たぞ。おい、やばいぞ。来た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 。睨まないでよ、皆さん。なんかいかつい人らがめちゃめちゃ。誰がやりたい人います？いや、僕、K-1 ファイターなんで。あ、出れないです。あれ、その参加者だけじゃないですか？一応カメラマンも多分。カメラマン、スタッフもいるんですか？はい、あ、出れない。出れない人。出たいですけど。出たいけど出れない。久しぶりっす。おめちゃめちゃ久しぶりです。ジョー君が、ジョーブログの。よろしくお願いします。あれ、今日出ます。出ますか？はい。誰とやりましょうね。いや、誰なんかなと思って、ちょっとオーディションで、練習してるんですか？全然してないですよ。4、5年ぶりぐらいですよ、格闘技。はい。おー、楽しみですね。すごいな。どうですか？まあもう、全然オーラないんで、全員。オーラない？なんかもうオーラで圧倒しちゃったなって感じ。圧倒しちゃった感じですか？うん、まああと豊橋の後輩なんで。え、豊橋？豊橋なんで。豊橋なの？はい。なんで？先輩。先輩ですね。めちゃめちゃ下からなんかあの偉そうに来る人。パイセン。後輩的なノリで来るけど。豊橋。はい、豊橋。豊橋から来たヤンキーが。来ちゃったね。来ちゃったか。うん、楽しみだな今。誰とやろう今日？まあ誰でもいい。あのライスボーイかな。誰？あ、ライスボーイ。ライスボーイ、米尾くんね。米尾くんね。ライスボーイか、ライスボーイか、あいつ、あの日本憲法の雑魚か。日本憲法、あー、早期ですね。あとはあいつでもいいな、あの負け犬ホスト。おお、いいね。やっぱ豊橋は調子いいよ、やっぱ。さすが、さすが後輩。頑張ってね、まあ先輩だから。だから偉そうな、偉そうなよ、下から。まあ、でもね、意外と穏やかかな、意外に。もっと殺伐としてるかなと思ったら結構ね、大丈夫かな。アピールしたい方いければ。アピールしたい人、はい、アピールしたいです。赤井さん、握手してください。握手、はい、ありがとうございます。はい、高杉翔吾って言います。いや、なんかアピール下手か。アピールしたいです。お、あ、なんか K-1 の K-1 出てた。 K-1 です。あれ、それあんま売りにしたくないんですけど、別に売りにしたくないんだ。はい、あのブレイキングダウンめっちゃ面白いんで、うん、ただなんかやっぱどいつもこいつもギラギラしてないなと思っちゃうんですよね。つまんねえなって。それ全員に喧嘩売り始めたぞ。あの海外狙うんですよね。海外狙う。俺もあの世界目指して活動したいと思ってるんで、そのために来てるんで。おお、使ってくれたらもっとあの強い人いっぱい来れますよ。うん、なんか今日あの実際に戦わせてもいいよ。今日できます？できます、できます。おお、え、カイさんがやってくれるんですか？俺はやらないよ。俺はやらないでしょ。OK。 ちょっとじゃあオーディションでね、はい、盛り上げて。じゃあ、はい、待って。はい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 。すごいのいるよ、なんか。いいですか？お笑い芸人、TikToker の大輝だ。レペゼン地球の社長、貴様を倒しに来たぞ。ザザー。ちなみに、いや、グッバイ。はい、さん。はい、お久しぶりです。おー、あれ、今日オーディション？今日オーディションです。おお、頑張ってください。頑張ります。どうしよう。いや、なんか、なんだろうな。あれ、全員じゃないですよね、まだ。まだ全員じゃないです。なんか違いますね、雰囲気が。いつもと。いつも違いますね。ちょっと賑やかじゃないですか。まあでも、その中では結構、なんだろう、その冷静に、なんていうんですか、闘志を燃やしてる人もいたんで、その辺が楽しいですけど、ね、なんか極端に、なんか両極端に分かれてましたね。ふざける系とガチなヤンキーみたいな。ふざける系が多くなっちゃってるのが、ね、やっぱそのオーディションの選考で、なんだろう、目立つ人をやっぱ選ぶじゃないですか。 そしたらやっぱ面白いやつがたくさん選ばれてる可能性あるかもしれないです。
っと不安になってきたな。大丈夫か。そういうことではない。そういうことではないですね。女子の控室も一回行ってみますか。